どうもオブラです。さあそれではガチエリアですね、やっていきたいと思います。マテガイ放水路のステージということで、さあそれでは相手はオーバーフロッシャーにデコイチラシザップボールドマーカー若葉シューターということで、まあノリが強くって感じか。でまあ結構前にも出れる。ボールドはおそらくこっちに、うまいこと回ってくる感じか。で塗り状況を作ってということで、この後ろから回り込まれないように注意。さあ雨降らしがやってきた、注意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 。よし、まあめっちゃ狙うと思うから、まあ行ける間行って、でまあチャンスができたりとかしたらいいポジション取っていきたい。できたら相手に高台とか取っていきたいんですけどね。いや惜しい、当たってはいるけど、ウルトラハンコが、いやグレートまでは強いね。これ左側塗りづらいんですよね。あっち側は塗れるけど、右側は塗れるけど左側はね、あと左側の敵はちょっと狙いづらいから、いろいろポジション変えてやりたい。人数有利になってとかしたら高台取ったりとか、左側から赤2ターン取ったりとかできたらいいな。中央からでもいいし。わあ来た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 、やっぱり来たわ。機動力あるから単射程はね。いや高台がいけてなかなかカウントが動かなくて、有利になったりとかしたらなーと思って、誰か来るやろなーと思って、相手の編成的に言ったらボールとか若葉シューターがダッパーあたりやるなと思って。よし、ではチャンスが来たから、ここ大事になってきますね。カウント今ほぼ同じような感じやから、よし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 。さあデコイチラシ、これデコイチラシ潰しながら降りてきた敵倒す。よし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 。さあ塗りは大丈夫、これも思い切っていきますか。相手のねこういうポジション取ったら強いから、カインタク高台からこれ絶対来る、間違いなく。よしよー、さあカウントが動き始めた、差が開き始めた。相手ちょっと前線下がったから、あーミフラッシュ。さあしっかりここキープしていきたい、絶対取り返しに来るから。よしよし、ナイスよー。カウントの動きが微動だにしなかったのが動くようになってきた。でこっちはそこの場所だな、まあ大丈夫、ナイス。さあそれではガチエリアマンタマリア号のステージでやっていきたいと思います。ということで、さあそれでは相手はハイドラントカスタム来た。個人的にはねああいう武器は強いですよ、こういうステージはね。あの真ん中の網のとことかが柱のとこ立たれると、リッターとかもそうですけど、いやしかもリッターもいるわ、リッターカスタムやし、強いか。これはね今回戦いづらいですね。相手の他の敵戦ったらこんな感じでリッターが来るし、リッターとかそんな狙おうとしたら、ここほんま戦いづらいとこやから、ほう相性がある武器がいるな。こっちはちょっと塗りも弱いのか、塗りが弱くて、まあロングブラスターとかラペリとかに相手の応援に圧かけてもらってって感じで、こっちはちょっと射程短いけど、まあ射程そんな短くもないけど、ちょっと遅い中うまいことポジション取っていけるかどうか。そして相手機動力あるから裏取りしてくるよね。ゴールドマーカー、そしてローラー、ダイナモローラーも塗れるから、まあまだダイナモローラーがエナジースタンドじゃなくてよかったかなって感じですね、個人的には。これでまたエナジースタンドだったらもうほんまほんまって感じですけど、いやーそれローラーが有利なんだわ、ポジション的に。しかも思ったより射程あるし、いやーきつきついけどこれああ惜しい。いや味方もね前に行ってくれてたんで、ただ武器のパワーがこっち低いから
難しいよね。リッター一角で射程長いし、ハイドラントとか、ハイドラントはまあこの武器と、いや違うわ、この武器はやっぱ射程短かったわ。なんかいろんな武器使うんですけど、今回イグザミナーだったんで、そや、そらきついわ。相手射程長いもん、四角で。よし、倒した倒した。二人倒した。さあ、ここでね、カウント取っていい感じでいきたい。これがね、イグザミナーがエナジースタンドだったりとか、で、したらね、ちょっと違うかもしれない。塗りも弱いから。ヤグラのルールとかだったらね、こっちの方が良さそうではあるけど、まあまあまあ。ハイドラントよく見てる、しっかり降りてやってきた。うん、でもまあちょっと攻めれたし、カウンター動けたから、そうだね、相手ガツガツいけるもんな。無理も強いし、射程もあるし、一角取れるし、うん、しかも柱の後ろ左側行かれるとね、結構手出しできないので射程なかったってなると右側になってくるけど、3で上からバシャバシャ強いし、で結局あの網のとこなんですね。あのポジションマジで強いから、これ勝ったら激アツやね。牽制負けからの勝つっていう。よし、さあこれ塗っていきたい。インクがない。よし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 、あとこっからどんだけうまいこといけるか。射程負け、塗り負けしてる中メイン負け、うん、相性はあるけど、倒していきたい。よし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 、さあいいぞ。倒せたら美味しいけどな、下がってくる狙いな。ペチペチは言ってるけど絶対来るから、リッターとこに注意。リッターは一角やから、ほんま、あ、いいですね。ロングとかいてくれてるから、これは冷静に対応していきたいです。いや、ほんまこっち取り弱い中、メインとか射程ようやってる。大丈夫大丈夫、冷静に。これね、マジダイナモバシャバシャでしょ。でハイドラント、いや無理だよね。そうやね、相手のが射程長いから有利。いやでもね、味方も頑張ってくれてる。あの高台取って、あと向こう側にも行ってくれてるから、さあこれ飛んでって、よしよしよし、しっかり乗っていこう。でカニタンコいい場所から履ければ、いやこれちょっと待って、柱がめっちゃ塗られてるからちょっと登るの難しいな。これ柱塗っとくマジで大事。柱とかこの壁ですね、壁に塗っとくマジで大事。相手めっちゃ塗ってある、塗り強いし。よし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 、リッター持ってったぞ。残り時間少ない、これちょっと頑張って塗ろう。頑張って塗ってカウント動かさないと残り時間が。よし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 、塗りも射程もメインもちょっとあれやけど、よしよし。このステージの構造的にね、長射程マジで強いから、さあ冷静に、さあ冷静に行くぞ。あの辺にいっぱいいるね。リッターがあそこ、リッターの位置は絶対見失わないようにして、近くになるんで、これ塗り返されないように。結構カウント差があるから、これ絶対生存する必要がある。いやちょっとインクがない、相手狙ってくる。だけどまあここ網があるから下がれば、ちょっとインクマジで絶対にこの編成振りであっても勝つっていう。よし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 、あとほんのもうちょっと、よい、ナイス、マジで頑張った。いや味方もほんまよくね頑張ってくれましたわ、本当に。編成振りな中、武器が弱いってわけではないんやけど、相性がね、矢倉とかだったらいいかもしれないけど、はい。さあ、それではガチホコバトルですね、やっていきたいと思います。ということで、ヒラメオガーダンチか。ということで、さあ、相手若葉シューター、モップリンディで、ゴーニーガロンにワイドローラーか。って感じで、こっちはユミ2人で、スプラシューター、スプラシューターコラボか。出てくるよね、来るよね。いや、当たってはいるけど、ゴーニガロンがね、強いのよね。ゴーニガロンはね、おすすめですね。使いやすいし。
メイン強いし、でその上濡れるから、えぐいえぐい、めっちゃ狙われてるわ。えぐ。ナイス。まあ、まあ、ただこっち方向よりも速くて、スプラッシューターとか、スプラッシューターコラボとかもいるから、うん。でしかも相手はイドローラーとかもいるから、強くはあるけど、まあ、そんなに悪くもない。さあ、頑張っていこう。編成はとりあえず置いといて、ボム投げエグいな。先生ちょっとめんどくさい。エグエグエグ。ポップソナー、ここのステージ結構強いと思う。これいけるかな。よし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 、潰した。これちょっとホコアリに使おうか。関門に置く。よしよし、関門突破。えぐい、めっちゃ来てる。これはちょっときついかな。うん、ちょっとダメージも食らってたからね。まあでも関門突破できたからよかったよかった。しかも味方上取れてるから、やっぱ高い場所大事やから、強いから。ナイス。さあいる、どうかな。これやっぱこの武器あれですね、ロボットボム使うよりも、ロボットボム使うときは使うけど、やっぱメインを撃ってる方が強いですね。相手にとっても絶対足場取られたら厄介やから、相手に使われたら思うけど、ロボットボム作敵とか使ったらいいけど、やっぱスプラッシュ用のキューバーボムとかに比べるとね、ちょっと劣るって感じがあるから、まあ、自動で行ってくれるのはいいけど、ちょっと遅い、コントロールできないとこがあるから。いやー、ゴーニガロン強い。とはいえ、37までいけた。ただまあ、ここ高台トライで占領されてしまって、あの左側のとこトライでとかしたら、もう一気にカウント取られるし、低いところから打開になってしまうから、できるだけノックアウトのつもりでいきたい。よし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 。さあ、ゴーニガロン倒したの大きいぞ。これは大きい。さあ、局舎行きたいな。よし、これぞ弓。さあ、ウルトラハンコも溜まったから、いい感じで行けたらいいけど、相手偉いな。上登った、そっち行きたい。いやー、そっち行きたいけど、ウルトラハンコの、ウルトラハンコが暴走しちゃった。いやー、あれ倒せたな。まあまあまあ、これ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 、いや、めちゃくちゃナイス。15まで、いや、それはめちゃくちゃないです。ちょっと高い場所行きたい。よし、割れた。いいよ。うわー、めちゃくちゃナイス。さあ、それではガチホコバトル、ひらめおが団地のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、さあ、それでは相手の編成はオーバーフロッシャーに、あ、オーバーフロッシャー2人か、ホコアリめちゃくちゃ強いな。そしてウルトラショットもある、ヒーローシューターレプリカにイグザミナ、イグザミナヒューか、あのカニタンクの方。ということで、なかなかホコに向いてますね。ホコアリしてカニタンク遠く行けて、なるほど、こんな感じか。さあ、エナジースタンド伸びて、じゃあ雨フラッシュ、ほんま雨フラッシュ注意。こっちはまあ鉛筆がちょっと、こっち射程短めなんですね。やけどもスプラッシューターっていう強い武器があるし、鉛筆もあるから、ナイスナイス、カモ突破。スペシャル強いし、こっちウルトラハンコとかもあるからね、これ強引に行きたい。さあ、吸盤もも消しながら、ここ取ったら強いぞ。一気にこれハンコで塗りもできるし、ここ台塗ってある。オーバーフロッシャー注意、相手の方が射程も長いし、ナイス。さあ、それではガチエリアですね、チョウザメ造船のステージでやっていきたいと思います。ということで、
さあそれで相手の編成は、おなんとシューター3人か、シューターレプリカと、まあ、シューターコラボ、トリプルトルネード2人、ウルトラショットにオーバーフロッシャーということで、まあ濡れるし、前にみんな出ようと思ったら出れる感じで、まあ、塗りも強い、そんな感じか。でまあこっちもオーバーフロッシャーいて、こっちもシューターで、まあ後衛がいてって感じ。そしてカニタンク、いやそのトルネードは強い。なるほど、これナイス、いやスプラッシュボムね、スプラッシュボムほんまこういうステージは向いてるなと思う。傾斜があるし、あの網の上とかのボムとかも強いし、さあいいポジション取ればいいぞ。さあこっちカニタンクができたから、溜まったから、できたらね、あの高いとこで吐きたいな。高いとこか右か左の高いとこ、へへぐ、ウルトラショット強え。いやいやけどね、やっぱああいうスペシャルは必要やとは思う。じゃないと光栄が生き生きしてしまうから、うん、ただ強いなっていう。トリプル飛んできた、さあ避けようと思ったウルトラショットも飛んできてみたいな。しかもスピードが速いから、トリプルネトルネートと違ってね、光栄に非常に刺さるいいスペシャルですね、あれは。ということでここ取っていきたい。まあでもカニタンク溜まるから使っていこう。ここいるけど大丈夫、カニタンクが丸くなってもダメージ与えられるし、あれ削った、ナイス、いやナイス、いや思ったよりうまくいった。カニタンクね、こう迫られたら丸くなるの大事ですよね。で下に降りた相手をね、味方がうまいことやってくれたから、ここ塗り取ってローラーいたらマジで強いんで、こういう塗れる武器でしっかり塗り状況を作れば味方も動きやすいから、マジで大暴れしてもらって最高である。いやカニタンクしっかり打ちたいなと思って、いや丸くなってよかった。さあそれではガチエリアですね、やっていきたいと思います。ということで、さあでは相手ゴーニーガロンにデュアルスイーパーカスタム、ノバブラスターネオで金モデラーか、まあそんな感じということで、まあゴーニーガロン強い、デュアルスイーパーもね射程があって上手い人は上手いで、ノバは近くだと非常に強く、モデラーメインは弱いとはいえ濡れるし、まあ結構ね、まあ濡れるっていうのは大きいから、うん、そんな感じと。だからこれシールド貼らしたりとかして前線上げさせてハイライトとかすると非常に厄介やから、デコイチラシ濡れる。これカニタンク入って、これでちょっと相手下がるでしょ、ワイプアウト、ナイス、よし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 ってなってくると、これエリアを乗ってねカウント進めていきて、そしてここのこの辺りのポジションか、あの左の高台か、この右側のあたりを取っておきたい。まあこの武器だったらこの場所をキープしておきたい、できるだけですね。いやシールド最高、ウルターハンコに暴走されないように、投げハンもあるから注意、ナイス、これ当たってはいる、削ってる、あとほんのもうちょっと、よし、ここ高で取らしたくない、ここ絶対取られないように、あとこっからカニタンクも履けたら最高である。周りの盤面も整ってきた、しっかり整えましてのカニタンク、よしよしよし、これはいいぞ、いい場所で履けた。あとはまあ抜けてきたりとかそんなに注意して、よしよしよし大丈夫。でこういうチラシはそんなにこっちに来てないから潰して大丈夫、そこいる、当たってはいる、当たってはいる。さあこれ当たらないように注意しないと、いやー当たったか。ウルトラハンコ結構当たり範囲広いですね。最後あえてうまいこと当ててきましたね、あれ注意ですね、高台にも結構当たる。
さあ、それではガチエリアナンプラ遺跡のステージでやっていきたいと思います。ということで、さあ、それでは相手の編成はモテラーにジムワイパー来た。ジムワイパー結構ね、向かってきて、この武器はチャージしてる時とかに来られると結構厄介だと思うので注意したい。そしてバレルスピナーに、いや、投げてくるとこ絶妙でも大丈夫。この上取られたくない。この上取りたい。できればちょこまかしてる。いや、壊しはした。よし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 よ。ああ、最初めっちゃいい感じ。自分はやっぱできるだけ対面したくないな。強いしショックアンダーとかね、塗りも強く。これちょっとカニタンク貯めて使っていきたい。ちょっとスプリンクラー厄介。後ろにナイス玉、こうやって狙ってくるよね、狙ってくるよね。ナイスナイス。いや、よく丸くなった。いや、めちゃくちゃナイス。これね、カニタンク吐くと気持ち的にはやっぱ攻撃しないともったいないやろみたいな思うけども、やっぱあえて狙われた時丸くなるのはめっちゃ大事やなと思いますね。身を守って生存して、で、当たったらダメージも与えられるし、よし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 、ここのポジションキープしておきたい。で、前にこう結構ゴリゴリいける武器は左の高台とか取れたらいいから、よしよし、大丈夫、抜けは大丈夫。ナイス。そんな感じで、それでは最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。